はい、アンコールありがとうございます。いよいよ、本当に最後の一曲となってしまいました。本当に、3年間あっという間に過ぎ去っていって本当に、これが最後となると本当に、切ない思いでいっぱいですが、本当にこうやってビッグバンドとかコンボとかを、みんなでできるってことは本当に、幸せなことなんだなっていうのに強く、感じます。これをですね、本当に1年生、2年生、3年生本当にみんな練習もよく、頑張ってくれたし、最後まで本当にこんな、頼りない部長を、支えてくれました。本当に、ありがたい気持ちでいっぱいです。この、ビッグバンド最後になります。3年生、本当に、今まで本当にありがとう。3年生、ここにいる3年生と2年生1人いるんですが、最後まで、楽しい演奏を皆さんと一緒に、共有できるよう、精一杯頑張りますので、最後まで、よろしくお願いいたします。最後にこの定期演奏会が開くことができますのも音響、設営、あと広報の方々、あと佐賀大学ジャズ研究会の OB さんの方々のおかげでございます。本当に、ありがとうございます。自分は最後の曲に乗っていますので準備をさせていただきます。本当に今日はご来場いただきありがとうございます。次期部長の渡辺くんに代わりたいと思います。次の代の部長になります渡辺裕介です。よろしくお願いします。来年は今回のような素晴らしい定期演奏会を開くことができるよう日々練習に取り組んでいきたいと思います。これからもジャズ研究会をよろしくお願いします。ではアンコールに行きます。アンコールはスマックダブインザミドルです。どうぞ。
山本君、ここに来たら